例外な神羅万象を絡めた黄昏に好む風琴を舞い響く音色は夜の苦悶の輪廻の中で万物の安息はいつ訪れるの。輪廻転生、魂の砂は流れ続ける。その流れをとどめることなく何匹も輪廻の輪からは逃れられない。私で神話のことが天に召し上げられて星となり、そして生と死を司るものとなった。それが私。私は魂を導くもの。冥界から現世へ、現世から冥界へ。砂時計のように輪廻を流転させる。人間界も冥界も苦難に満ちている。そんな状況を神がただ傍観していいの？人々を苦しみから解放できるのなら、私は流星となり苦悩の輪廻を終わらせる。地に落ちるとき、私は宝石に戻る。生まれた地へと帰り、そこが輪廻の始まりの地になる。流星の導きに従えば、恩衆も老苦も消え、安息が訪れる。